最近ちょっとね、コロナのせいなのか、ストレスがすごく溜まってる方が多くて、どうしてもそのね、物騒な事件だとかそういったものがすごい多いじゃない。だからそういった時に自分がその現場に出くわした時に戦えるマインドっていうものはほとんどの人が持ってないわけだし、技術も持ってないのは当たり前で、冒頭でね言ってしまうのもあるかもしれないけど、体感した、自衛隊の方だったり、はい、警察官だったりとかって、年齢制限を設けてね、明確な思考とか、判断力だとかってやっぱりどうしても70歳を超えてしまうと鈍る方が多くなってしまうんで、なるべく体もちゃんと動いて明確な思考とか誘導性だとか、ちゃんと緊急避難をする時の、ね、呼び込みだとか、ちゃんとそういった訓練をもう一回やり直して、それ専用にいるだけで心強い部分があったりだとか、あれかも、ちょっと公共の場であまりにもそういったものがちょっと最近多いから、だからといってその場に出くわした時に見て見ぬふりができない人も多くて、その方がね、痛ましくも、ね、怪我をされてしまったり、最悪の場合亡くなってしまったりっていう、しかも犯人のすごい身勝手な思想だったり考えで犠牲になってしまう方って本当にもういたたまれないし、だからそういった部分で考えると、そういった警護関係をやってる方々もそうだけれども、そういったなんかテストケースもっと日本で作っててもいいのかなって、先進国結構やってるんだよね。あ、なるほど。学校にはもうセキュリティポリスがいますと、ちゃんと銃も携帯していてとかっていうぐらいに、そこまでの世の中がならないことが大前提だけれども、でも今もう世の中そういう風になってしまってるよねってなるんだったら、日本のね政府としてはもう少しきちんとそういったところ、もしくは各自治体とかで独自の路線でも構わないから、そういった体感された方に、ちょっともうちょっと頑張ってもらえないかっていうのは俺は切に思うんだよね。はっきり言えば、ど素人の人が、まあ、ちょっと待ってね、ダミーナイフですよで持ってもらって、例えばこの距離で例えば相手が振り回してきますってなった時に、素人っていうか武術をやってたとしても相当やべえんだよね。例えばよくあるのは、例えば上から降ってきます、はい、ってやってこうやってなんかこうとかって教えるよ、教えるけど、実際はこうやってやって止まったとするじゃない、止めてそのままもう一回こうやって刺そうとしたり切ろうとしたりするわけ、こう、だからそれに全部対処するってなった時に、やってこようとした時にも、ここでやったとしてもこれが例えば相手がもっと本気だとしたらグッてくるわけじゃん、でよくこの下にっていうのはここで切れちゃうわけじゃん。あー、そっか、確かに、だから教えてる護身術とかは、基本的には正しいです。ただし相手が本当に何も考えてない、本当に自分の欲望のままに人を痛めつけたいと思っている人間に対してはかなり無力だったりする。で、僕たちは何するか、これですよ。あ、登場した、はい、初登場ですね僕たちの心強い味方です。怖っ。特殊警護、これドイツ軍でも使ってるねこれは特殊な形状なんで、普通の警棒みたいにシャッて開いて、これ圧力で例えば閉じるとかっていうようにないロック機構がついてるんです。このボタンを押すとこう戻りますっていうやつ、ボノリーってやつね。こういうのもこれでも開くし、要はホルダーに入れてる状態でロックがかかってるんで、パッと勝手に出てくれる優れものです。すごっ。で、例えば普通にこれを手のひらでこうやって持ってて、こうやって下に出すだけで出せるしっていうのもあるんだけれども、まあ一般の人持てないし、僕これで警察に2回捕まってますちょっと君2回ってやられるとこうなりますだけど自分たちの職務っていうのは、人を安全に生活していただくっていうことを、要はお金をいただいて自分たちの体を盾としてやってるのが職業としてやってるんで、それが例えばお金をもらってなくても、例えばね、そういった暴れてる人がいますってなった時に、
この間もそうなんだけど外に出て酔っ払えてさ、はい、で工事現場の人すごい困ってて、あで警備員の人いたんだけどどうしていいかもちょっととりあえず入んないで入んないでって止めてるだけだったから、うん、あそこのところ歩いて行って警察くださいよと、あ酔っ払ってこれだけ酩酊状態で安全に現場が保持できないんであれば警備員としても警察呼んでくださいと、うん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 、ただいや今呼ぼうと思ってますっていう判断をされてたんで、それは正しいなと思ってたんだけど、その酔っ払ってるあんちゃんに大丈夫かいこっちおいでこっちおいでって言ったらついてきたのってちょっとかわいいなと思って、うん、大丈夫かいって本当に普通にね大丈夫かいってちょっと酔っ払いすぎたかいって言ったら大丈夫大丈夫ってちょっと歩こう歩こうって言ったっけ、そっちからフラーってついてきただから人との接し方っていうのはあるけれども、あくまでも警備員だとか作業員の方にとってはすごい迷惑な、うん、要はその安全ポールとか乗り越えて酔っ払って入ってこようと、ね、もう10分ぐらいやってたのね、だからダメだなと思ってさ、だからこっちおいでって言ったら逆何みたいなでちょっとそこすまんなって言ったら、うん、大丈夫そこまで酔ってないから、いや酔っとるやんって言う話はそれだけれども、それで事なきを得るっていうことも一応あるからね、だからそういった形で、何の話をしたっけ、あ、警棒だ、警棒警棒の話だ、あーとね、とりあえず、うん、持ってたら捕まる下手をすると、障害の未遂とかまでかけられるのね、そだって相手を傷つけるために持ってる道具でしょ、うん、っていう証明が僕は職業のあれがもあるんで、そのね見せたら あはいはいはいってなるけれども、でも職務中ですかっていう質問される、ああいやいやいや、ジョーカーさんこういう犯罪歴出ちゃってる全部障害だよねそれ過去のね、あれとしてなんだけども、もうそれは処理されてますから、ね、まあ、それは冗談として、普通に例えば一般の方が持って歩いてたら、そういった形で罪に問われますし、最悪、これ、例えば3万近くするのに、奪われますから、没収ね、はい、でも、公に使うことはないし、例えば自分が、プライベートでね、誰かと揉めてどうこうって時に使ったことは一度もない。あ、でも1回だけあるかな、ヤクザ8人に囲まれてああぐらいかな、あと警察官の方には確実にその職務質問された時には捕まる、これは大前提だけど、俺は人を守るために携帯をさせていただいてますとっていう、例えば捕まっても一般の企業の方って絶対ダメじゃん、うん、どんな正義感を持ってる人でもどんな理由があってもそういったことを起こしちゃいけませんっていうのが世の中じゃない、うん、だけどすごく正義感が強くてそういったことを、厭わないで自分の体を傷つけてしまったりっていうこともあるわけじゃん、で実際うち後で俺も見せるけど何回か刺されたり切られたりしてるよね、でその現場で言うんであれば警護する人間がいて、はい、で相手が、DV の人間ですので、うん、後ろにこうナイフを入れてて、はいはい、で、すいませんって現金停止ですよねっていう話をして、だてめえ関係ねえだろみたいな感じでガーッと来られて、まあこう詰め寄られる時に俺らとしてはすいませんそれ以上使い寄られたら警察呼びますよ、はいはいはい、っていう話をしてたわけで、まあ上がったこの野郎って後ろ向こうとした瞬間に抜いて刺してきた、でこうなったの、だからザクってここに、刺さったのね、刺さったのねだからその時に要はこう刺して来ようとして、まあこうですよね、で刺さりました、そのままこうです、でもこっち使おうと思ってもね、もう結構しびれてんだよ、ああ、そういうもんね、うん、だからもうこのまんまこういう状態あで、
もうこっちがあんまり使えないから見えてるかも、うん、こういうなってそのままこういう状態、はいはい、結構骨にまで行くんだよね。だからね、偉そうに言ってるけどこっちも結構あるの、ここにビーって傷があったりとかね。だからそれは上から切ってこようとしたのをこう腕をねこうしようと思ったのよ。それがこのまま滑ったのよ、つって。それがザッていったじゃん。想像できないもんね。だから結局うちらは大体半袖で過ごすことがまずないんで、うん、だから今もう夏場でも大体こういうね、うん、ジーンズ生地のやつを着てるんだよね。そうするとちょっとね刃物がこう入りづらかったりする生地とかって選んでやっぱり着てる、うん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 、あとこう引っ張られても破られづらいとかっていうものをやっぱり一応着たりとかしてるんだけども、ほとんどの方が自分のカバンを持ってるわけじゃない。はい、うん、で一番有効性すっごい考えたんだよ、シミュレートしてすごい考えたんだけれども、ほとんどね打つ手がない、一人だと。だから一人一人だとやっぱりやられちゃう、ね、一人でこう取り寄せようとしてわーってなって、その状態を見てもう一回誰かが助けに来ようじゃなく、同時にもうそれこそ靴投げてとか、うん、携帯投げてでも、まあね、ペットボトル持ってるから何でもいいよ。それで注意をあれしながら後ろの人が勇気を持って何かでこうカバンとかで、でタクティカルペンだとかこの間もやったりとかするけど、本当にあれはもうプロ用なのよ、うん、だから例えばそれで刃物を刺してくるって言った時にここでペンを刺すとか、はい、刺すとかっていう動作で躊躇ない人用なのよ、はい、でもさ、あなたに聞きます、相手が刃物を持ってました、自分も刃物を持ってました、相手刺せますか。刺せない。俺らはできるのよ、躊躇なく、無理。あ、これちょっとごめん、ちょっと仕事モードになっちゃった。いや、誰かを助けるためだよ、それはもちろん。ああ。で、自分が捕まったとしても、誰かの命を助けたりとかできたんだとしたら、うん、俺は本望だと思ってるから、こういうことを携帯してるのね。これは警察官にもいつも言われる。すごく怒られるの、毎回。厳重注意なんだけれども。まあ、警備やってる人だったら分かるけど、4号警備とか持ってる人だったで、職務中であればその会社の携帯ちゃんと認可を取ってこういう装備をしてますよ、よく現金輸送車の人だったらこうやって抜いて立ってるでしょ、あの姿も装備として認められてる法律じゃね。だけど俺はそこの許可を取らないで個人でやってるから、こういったものを警備し装備してると必ず怒られる。でも厳重注意で終わるから、だからいいってわけじゃないんだよ、うん、でもあくまでもこれ誤解しないとしてるのは、俺は本当に意思を固めて捕まっても仕方がない、誰かを助けるためにだったら自分がもし最悪そうやって警察から職質を受けて没収されてね、また新しいの買わなきゃなんないけれども、それでも懲りずに持って歩いてっていうのは、そういった時にその覚悟をしてるから、うん、で一般の人方はそういった覚悟はいらないし、普通に会社員の方でね、例えば正義のためにそうやってあれしてるんだよねって、だって誰も手叩いてくれないから、うん、だからカバンだとかそういったものとかで代用できるならいいよね、うん、で例えば、刃物を持ってる人がいましたってなった時に、防御方法としてもこれしかないわけじゃん、うん、あくまでも防御だから制圧にはならないわけ、はい、で例えば、まあ、ナイフであれしてますって何回も何回も言うと、でちょっと、うん、でなるわけじゃん。でもこれすげえ硬いから丈夫だけど、普通の人のペラペラのやつあるじゃん、だとしたらもうこれでもノートパソコンとか入ってる人が多いから、それをこう角に、角に向けて打つって、軌道のもともと力のあんまり強くない内側に当てていくっていう、でこのこれの繰り返しになっちゃうと思う。ただ狭い空間とかだと一番本当にあれしなきゃならない、これは本当に足を引く、うん、っていうのは体
頸動脈を守るためにこういうスタンスを覚えてほしい。それをこうやってなっちゃうと相手の圧で負けちゃうからバーってなるわけじゃん。だから必ず体を守るために重心は低く頸動脈を並べてやられないように肩を上げてっていう。だから本当に防御だよね。でこれを 4,5 人で同時にやるしかない。だから本当に勇気ある方々が傷ついたりだとか命を落としたりってことは本当に惜しいことなんだね。だってそれをさ、そんだけの気持ちを持ってさ、世の中のためって生きてる方々って本当にごくわずかだし、その勇気は本当に称賛されるもんだけど、中にはね、ただ逃げればよかったじゃんみたいな。でもそれってできない人もいるわけよ、正義感が強くて、で巻き込まれてしまってって。で、あと他の体として例えば自分がちょっと体術やってますよ、空手とかやってますよってなったら、これプラス例えばこれで防御していくわけじゃん。これをもう繰り返すさ、で地道に相手がこうあれした時に誰か仲間が自分に手でこっち全くノーダメージ。ただ柔らかいソフトのねカバンとかだとやっぱりだったらもう一撃でっていう、うん、だってさ非日常なわけじゃん。例えばさ変な話ね、普通にこうやって電車乗ってましたと、こうやってあれしてましたと、その時に急に腫れさせてザスってやられるんだよ。下手したら無理無理そんな、うん、もうセキュリティが常駐してますっていうだけで、うん、あの犯罪を抑えることができるから数パーセントだけどね。でもその数パーセントで傷つけられる人がねいなくなるって思ったら、その数パーセントでも大事だから、そういったものをもう行政としてはちゃんと取り入れてほしいなっていうのが一番の誤信かなと思う。これは正直ご真実をうんたらっていうよりも行政を変えようよっていうのが一番の犠牲者を減らせる方法ではないかとは思う、ご真実としてはね、うん、だからナイフ対処術とかってあるけれども、うちらはほらナイフ持ってる人間に対してはもう何やってもいいやっていうマインドがもうできてる。うーん、例えばそのナイフを奪ってそのナイフで相手のとどめを刺すっていうことに意図はないからさ、別にさ、だから別にそういう人間はできるけど、そうじゃない人間は絶対に無理だから。まずナイフがこう凶器として来るっていう頭ができてないんですね、基本的に。うん、基本的にね、うん、だからそれでどうこうしようって言ったってまずパニックるだけだと思うよね。そしたらもうあとね、なんとかしなきゃって一心で言ったらパニックってる状態だから、うん、冷静に何も対処できないと思う、うん、だから普段から一応そういう動画を見て知識を入れておいて体を動かしてっていうことをしておけば、ね、それもやっぱり年月がかかるかもしれないけど、そういったことはすごく大事で、だから昨今ある例えばこれをやればいいでしょうみたいなものもいっぱい見てね、参考にして、でそれでみんなで討論することもすごく大事かもしれないし、これが解決方法かもしれないねっていうことをみんなでね、あのなんていうんだろう、討論するのはすごく大事じゃないと言ったら黙れないし浮かばれないしって思うと、やっぱりそこが一番大事かなと思うのが、ご真実の二度と起こさないように数パーセントでも減らしていこうよと思うので、今回は本当にね、そういったことをちゃんと行政として考えていただければなって思う動画でした、はい。ちょっと本当にねこれを見た行政の人が誰か考えてくれないかなと、ね、思っちゃうけど、そうなったらね多分安心感は増すよね。いや違うよ、うん、だって痴漢、電車の上だったら痴漢だとか、うん、スリがひったくりとかさ、そういったものとかもさ未然に防げることになってくるから、だから完全にこれがねもう警察自衛官寄りだなって言われても仕方がないかと思われるのは味方だからね、うん、だからそこの人々の体感をした後にちょっとね警備会社っていうところのところだけじゃなくて、ちゃんと行政としてそういった部門をもう一回ちゃんともう一回見直して作ってるんじゃないかなとは思っております。ちょっと俺としても言いたい。でもね、白口方向からするとその、ね、
むやみにそういったところに溶け込まないでこういう対処をしましょうっていうのは、うん、やっぱりどっか心がけておかないと、うん、いくらそういう勇気があったとしてもそうだねっていうのがあるから、ね、そこはまあ、こちらの人間としては改めてちゃんと心に溶け込むっていうのはあるかなと。例えばなうちの動画を見る人はさそういった動画とかも見たいだろう見てるだろうから、だってあとは体を動かしてってでそれでマインドセットしてハムを持ったやつには容赦しないっていう、うん、その自分の正義感をちゃんとね技術に変えて、うん、でまた技術が整ってきたら精神力に変えて自分は弱いものをいじめない悪さをしないっていうところに置き換えていけば、あと 0.00 何パーセントかもしれないけど、うん、いい人が増えていくかなと思ったんでこういう動画を作ってみました。ただ行政がどう動くかだよね。そうですね、うん、動かせれないんだったらね、ノン君がね頑張って大統領、大統領じゃないよ内閣総理大臣に、ね、総理大臣まで行くの、うん、行ってくれれば頑張ってまあ今後 ね北海道応援としてのチャンネルとしてはちょっといろいろそういったところもね、はい、自治体としては見直してほしいなっていう嘆願書を作ってもいいかなっていう気がするんで、はい、以上、今回はね、ちょっと真面目な話をさせていただきました。以上、三章でした。